こんにちは。はい、このコーナーはですね、うん、株、商品、そして為替などなど、うん、相場と名のつくものをぐるっと見て回って1週間過ごしましょうということです。なんか全然趣旨変わってへんか。七節の節穴じゃないの。ほんまや、七節の節穴でしょ。題して七節の節穴ですよ。あのね、うん、今回からはですね、はい、このコーナー好評ですよ。マジっすか。1本目あげましたけど。マジっすか。サブでは珍しく1万ぐらい超えてると思うんで。マジっすか。ありがとうございます。ありがとうございます。これから全然よろしくお願いいたします。メインやってもいいんちゃうかと。いや、もうサブでいいです。もっとしっかり作り込んでもらわんと。いや、サブでいいです。メインやったら2万ぐらいいってると思います。もうサブでいいです。ね、皆さんでもうしっぽり温めていきます。今回はですね、うん、今回ばっかりはね、うん、あのブレグジットの話ごたごたありましたんで、はい、ちょっと為替のことからやっていこうかなと思います。順番を変えてね、うんうん、為替ドル円ですね、はい、ドル円のとこからいきましょう。現在ですね、これは週足です、うんうんうん、で日足に変えるとですね、これが週足でいうですね、まあ月単位で引いてる、だいぶ昔から引いてる過去のトレンドラインですね、この赤の点線が。ほうほう。でこれがですね、2011年ぐらいからこう引けちゃう、そして2016年、そして2018年2月で引いてる、まあ、長期と言っていいと思いますけれども、はい、長期の上昇トレンドラインの持ち合いから上に放たれて、上目線で見ていった方がいいかなって思ってたところなんですけれども、1月4日のフラッシュクラッシュで104円まで行ったよというようなところでした。フラクラね。フラクラです。全然もうギャルキャラしてたの。捨て去った。1週間ですよ。確かに。ええやないか、もう気分やそんなもん。でですね、ギャルっぽいつけてくんかと思って。お前ガングロしとこないもんな。うるい。お前時代を感じる。時代を感じる。平成終わる時代。平成終わる。だいぶ昔のギャル。それでですね、うん、ここがですね、その三角の終焉なんですよ。さっき言ってた、はい、トレンドラインのね、うん、こうなってます。ほうほう。これは週足ね。週足ね。はい、4時間足にしますと今こんな感じ、ちょっと上出たんですよ、はい、ちょっと上出たんですけれど、うん、まあこんな長いトレンドラインなんで、うん、まあちょっとぐらいの誤差は全然いいんじゃないかなと思ってますね、はい、バッチリ効くかどうかっていうよりも、その価格帯でどういう風に動くのかっていうことの方が重要だと思います。でここはバッチリ効いてますね、うん、でここら辺で効いてるとこ効いてないとこあるよっていう感じです。で現在はですね、先週言ってたのがこの、はい、意識されてるかどうか、このラインがね、うん、もうすでにこっちでブレイク、上にブレイクされてるもんなんで、はいはい、これがもう一度効くかどうか分かんないと。ただここのね、うん、ここに触れてきた時はちょびっと効いたような気もしたよ、うん、みたいな感じですね。、はい、でこっちの下はまあ意識されてたと思います、うん、でここら辺からもまた実態で始まってるということで意識されてるのかなと思います、はい、ということで意識されてることにかけてですね、まあ、反発して、まあ、ここら辺からいいかなって思う付近で売りエントリーで、明らかに上に放たれていってですね、もう帰ってこないなっていうところで、うん、ロスカットって言ってました。なのでまあそういう感じでトレードすれば、少なくとも短期で、うん、期待値高めのトレードができるんではないかと言ってたんですが、はい、今まさにですね、そういう局面になっているということですね、うん、だから今ぐらいで僕やったらエントリーしてもいいんじゃないかなと。あ、してるんや。いやいやいや、してもいいんじゃないか。いくらした？してもいいんじゃないかなというようなところですね。まあ、最近この話題目回してくれ。もっと見てこっち。気持ち悪い。気持ち悪い。もっと私は見て。これですこれです、はい、待つべきはですね、うん、まあ、ここでねいきなり反発と思って、はい、あの入るんではなくてですね、うん、1回ですね、こういう風に戻ってきたら分かりやすいですよね。いわゆる N の形ですか。そうですね、うん、こういう形で戻りをつけた時に、うん、まあ、売りを入れていくというような感じであれば、はい、もう一度ですね、ここで4時間足で100本の移動平均線ぐらいに当たってですね、うん、でここら辺で上に更新できず、さっきのトレンドラインに跳ね返って落ちていくところを狙い撃ちというような感じのところを、はい、トレードシナリオで臨めばいいのかなと思いますね、うんうんうん、で一応ですね、10日にそんなこと言ってたんですよ。前回撮影10日なんでここら辺ですね、はい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 、で9日ですね、ここら辺ですね、うん、こっちに行われたね、米中通商協議
で具体的な内容はなかったんですけれども、うん、一応を米中間で幅広く深く、うん、そして綿密な連絡を取るというふうな声明が発表されてます。普通だないやだからその喧嘩せんとこ仲良く一応しようねというような表向きにはそういうふうにね、裏向きでは分かりません、裏向きというか奥では分かりませんけども、そういうふうに声明が発表されてますということです。なんでロス商務長官ですね、うん、この方が国内メディアに対して合理的な解決策は得られるっていうふうに言ったんです。楽観的なこと言ったんですね、はい、一応解決に向けて米中双方の歩み寄り的な感じで進んでるよというような感じで言い張ったんで、うん、一応ですねなんか混乱がマシになったと、はい、うん、落ち着きを取り戻したっていうふうになってですね、このドル円が引き続き底堅い動きを見せるんじゃないかと、はい、いうことを考えてます。一応補足すると、一応アメリカと中国今休戦協定中で、うん、90日間なんかやるのやめましょうって言ってるんで、それが一応2月末までなんですね。そうですね、その辺付近はちょっと要注意ですね。そうですね、うん、要注意なんですけれども、とりあえず今の短期で言うとですね、はい、今売り入ってもいいんちゃう、こういう押し目つけた時に戻り売りしてもいいんじゃないかって言いましたけれども、このままですね、うん、ここからまた上に反発してって これで効くかもしれないですね。ロングの方の N ね。そうです、うん、ロングの方の N を描くかもしれないんで、うん、そうなった時はロングですよね、うんうん、という話です。今まさにでも絶好の時期ですね。絶好の時期の前ですね。絶好時期の前です。うん、放たれたらね、割と期待できる、うん、うん、相場に乗れると思いますね。いくら買うんですか。いやいやいや、何言ってるんですかしかしですね、はい、今アメリカの政府機関の一部ですけれども閉鎖されています。トイレもないらしいですね。らしいですね、うん、まあ、トイレ過去最長アメリカ政府は閉まってるね。閉店中。閉店中、うん、え政府はね、はあ、壁作る予算出さへんにやったら閉めるわ言うて閉めてん。まあ言ってることは全然間違ってないけど、すっごい省略されてるような大事なとこいっぱいごねてるってことですか。あ、でもそういうことですね。ごねてるっていうのはトランプさんがね、うん、ごねてる。トランプさんごねて政府を閉めるってそう閉まってるから、公園のトイレも使えないんですよ。なんかね、いろいろ YouTube でも調べたらいっぱい出てきますよ。デモもやってるし、うん、で仕事ができないねんって。そういう国営のね、博物館とか、うん、例えば動物園とかの職員って、うん、その国が動かしてるわけ で、はい、でそこが政府機関閉じます、うん、じゃあもう仕事なし、動物園動かさない、博物館もやらんでいいってなったら給料がないわけ、うん、はいはいはい、食ってかれへんってなってる、みんな自宅待機ですからね、うん、待機すごいなっていうようなことがなってますんで、うん、なんか不安要素もものすごいあるんですよね、ドルって、うん、うん、なんでくすぶる中でドル高になる、つまりですねドルが買われていくっていうことですね、うん、もうちょっと考えにくいかな。なるほど、うん、うん、なんかここが続く限りはこれ上っ離れてですね、ドルがどん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 高くなっていく、うん、はい、ドルが買われるっていうことですね、うん、それはちょっと考えにくいかなとも思っています。なるほど。じゃあいくらショートするんですか。いや違います、結局は違いますじゃない結局はチャート的に言うとですね、はい、まあ、さっきも言いましたけれども、このトレンドラインにどう絡むかっていうことですね、うんうん、見てから上抜いてからサポートされるのはロングインでいっちゃうかという。なるほど。いう話ですわ、うん、次行きましょう。離脱の話はどこ行ったんですか。離脱の話次ですよはい、次ね、はい、ユーロドルです。ユーロドル行きましょう。おう、ユーロドルはですね、チャート的に見るとですね、この黄色の大きな長期トレンド、うん、長期上昇トレンドラインですね、2016年から作っているやつです。で、これをですね、トレンド確認しに来てると、うん、このラインを確認しに来てるっていう下落になってますね。はい、で、1時間、2時間、あ、4時間足にしときます。で、こんくらいになってます。まあ、EU もイギリスも中心にゴタゴタしてます。デモとかすごいです今、はい、うん、これ映像で見ただけやから実際行ったらそんなことないかもしれんけどねまあでも意外にある話15日ですね、うん、今週ですね、はい、離脱についてイギリスの政府が EU とまとめたですね、うん、離脱条件の協定の承認採決を行って、はい、
イギリス議会ね。議会ね、うん、で賛成が200人やった、はい、で反対が432と、うんうん、まあ、倍ぐらい、倍以上ですね、うん、大差でこれ否決されたんですね、はい、うん、だから離脱すんなっていうことですね。これちなみに言うとこれ政府案ですけど、うん、政府案が下院でここまでボロボロに否決されたのは歴史上初です。歴史上初、イギリス歴史上初、うん、そうですね、うん、でこれ一応2年以上にわたですね、ブレクジットの交渉を EU 離脱の交渉をね、うん、メイ首相行ってきたわけですけれども、はい、うん、めちゃめちゃ大きな敗北と言われてますね、うん、でこれを受けてですね、最大野党の労働党が政府に対する不信任案提出したっていうことです、うん、だからごったごたしまくってますね、はい、うん、で一応それは16日に否決されてます、うん、で17日ですね、はい、昨日ですよね、うん、否決された EU とイギリスの離脱協定案の代替案ですね、うん、はい、これを29日に採決すると発表してます。ほうほうほう、うん、でも実際どうなるか分からんです。その代替案が29日とかそんな短期間で用意できんのかっていう話ですね。そうですね、もうそんな言っても10日ぐらい後ですか、うん、うん、そうですね、はい、で現状ではですね、メイ首相と議会がこの妥協点を見出すのはどう考えても難しいやろうと、うんうんうん、だから離脱日で3月29日とかじゃなくて、うん、もっと延期したらっていうことを EU 加盟国から言われているというような状態らしいですわ。この辺はちょっと詳しくは株 FX コーナーでもっと詳しく、うんうん、なんでイギリスはなかなか離脱できないのか、これアイルランドから絡んでくるんですね。そうですね、北アイルランドとかありますからね、絡めてまたお話しします。うん、はい、そうですね、まあ、これあのユーロドル、今ユーロドルの話なんで、うん、ポンドの話なんでね、うんうん、まあ、関係ないというか、まあ、関係ありますけれども、うんうん、今からユーロドルの話をします。え簡単に言うとですね、はい、ユーロドルはこんな感じで引いてますけれども、うん、超長期はですね、下降ですね。これ週足なんですよ。もう一個ね、ほうほうほう、上に。これは月足？月足。へえ。まあ超長期は1972年生まれてからですね、上昇ですね。はい。まあそれそんな長期かいって話ですけれども、うん、でもこの赤ラインは最初から引いてるやつなんですよ。1980年から引いてるラインなんですね。でこれの、まあ、トレンドラインにはまだ一応乗ってる、ここ割れてますけど、うん、乗ってると考えてもいいかなと思います。明確には割れてない、はい、でも長期で言うと、まあ、ちょっとした誤差の範囲内っていうふうにも考えれると思いますね、はい、うん、で長期は一応下降、ここの部分の波のこの下落見てますけれども、うん、ここが下降ですね、はい、で中期はこう言っても中期です、2017年の始まりから言ってるんで、はいはいはい、これは上昇ですね。もうちょっと最近の2018年ぐらいから言うと、うん、まあ、下落というふうに言えますね、うん、で最近の短期で言うと上昇というような流れです、大きく見るとね、うん、先生もう15分経ってます。マジっすか終了時間ですけど、今後の展開はというとですね黄色のラインに割とでかいラインなんですけどね、うん、さっきも言ったように、はい、これに乗れればですね、うん、もうあと一波ぐらい作って、はい、行くのに良い形になってます。すでに上に上にですね、はいはいはい、うんうん、人波、いやいやいや人波ねこっち見てよ作るのにでここ今保ち合いなんですけれども、はい、今ねあのガーッと持ち合ってます、はい、これがですね、まあ、下に抜ければですね、うん、これ黄色ラインは割れずここの上空で持ち返すんじゃないかなというふうには思ってます、ね、はい、反発するんじゃないかなと思ってます、うん、でここからですね上昇トレンドラインをつけて上昇トレンドを作っていくんじゃないかなというようなシナリオでいきたいと思ってますね、はい、うん、つまり、来週はぐらいは一回こういうふうに下がるかもしれないけれども、その後はもう一波こう作っていく流れ、うん、人波っつってもこんくらいのレベルの人波は作ると思いますね。ああ、じゃあ結構取れますね。結構取れます、うん、というような感じです。下がるって言ったんですけれども、うん、その下がり方がですね、おそらくはですけれども、こういう感じ、ガツンってガツンって感じわかんないんですけどガツンって、最近ギザギザ多いんですよ、ガチョンってガチョンとガキンの違いを教えてください
それで昭和やでも昭和やな、いやいや昭和やん俺ら俺ら昭和やんか、時代変わるこの時にほらこういうやつほらガチョーンってこういう感じのね、全然わかんないいうような下落、はい、まあ結構急激な下落に見舞われるんじゃないかなというふうな感じで勝手に考えてますということですね、はい、まあ、もしかして全然ここからもう終わってるんで、うん、もう引かないですけど 1,2,3,4,5 で ABC みたいな感じで終わってるとも言えますんで、はい、ここから人並み作っててもおかしくはないときりですけれども、もう一段下に行くんじゃないかなというふうに僕は予想してますということですね、はい、はい、次ユーロ円とかもやってる暇ないな一応ね毎週見ることが大事だから、あ、はい、ここですね、うん、この三角の大きな三角の保ち合いの中で、赤いトレン上昇トレンドラインにから反発してですね、はい、今上昇になってます。でこれは週足ですけれども4時間足まで潜ってみましょう、うん、このような形でですね、まあどっち行くかわからんなっていう感じなんですけれども、うん、明らかにこれサポートされたような感じがあるので、はい、そろそろええところでですね、うん、もうちょっとまあ近づいた方がいいけどここら辺で 入れてたらよかったですよね。それで、戻りでここら辺で入れてたら本当はよかったですよねっていうような感じに、そうですね、その青は何の平均線ですか。これはね、4時間足での100です、うん、100本足100本の移動平均線ですね。でそこ抜けてるんかな、抜けてます、あ、雲の上にも行ってる、ね、雲の上に行ってますね。なるほどなるほど、まあまあ強いですよ、ね、強いですね。ただその赤は何、200です、200、うん、200ぐらいまでは見れるんじゃないかなというような上昇見れるんじゃないかなというふうに思いますね、はい、まあ、日足でも一応見ときましょうか。日足で言うと、うん、まだまだこの、これ25本なんですけれども、はい、ここら辺までは届くんじゃないかなと。なるほど。でこの上のところは行くかどうかはまだ全然分かりませんという感じですね、うん、次行こう、20分ですね、うん、次行こう次行こう次ね、DJI 先生に行きたかったんですけれども、うん、金行きましょうか。金、ゴールド。お、金下に離れたね、うん。うん。下に今離れました。台本書いてる時と様相が変わりました。お、なので僕の予想とは反対に行ってます。あれ？いくら損してるんですか？いや、ポジション取ってないです。ああ、うん。強気やな。なんでや。で、とですね。一応そのまま言っていきますけれども、先週はね1298とか1300に達してそこからちょっと落ちてっていう感じだったんですね、うん、ここら辺ですね。でそこからですねこういうふうに三角の持ち合いを形成してました、はい、でどっちかに放たれるやろうなというふうに思ってたんですね、うん、でユーロとかポンドがこたついてるんで安くなって相対的にドルが上がってるっていうことですね、うんうん、あ、またね金特集ゆいちゃんがやってくれるって言ってますけれども、まあ、2018年ざっくり言うとですね、うん、金の現物需要減少っていうのが起こりました。ほうほうほう。でドル高ですね、はい、うん、これ金と関係ないけど、うん、関係あるけどね、うん、で金利上昇ありましたね、はい、で株価上昇、これもものすごいバブリーに行きましたね、はい、最高につけて、まあ、今は下がってますけれど、ということでですね、これすなわちですね金にとっては価格を下げる要因ばかりやったんですね、うん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 、ですが中長期で言うと、うん、この持ち合いにこれ週足にするとですね、うん、持ち合いなんですよね長いこと。ほうほうほう。2013年ぐらいから一段落ついてのここ持ち合ってるっていうレンジで動いてるんですよね、うん、はい、うん、で、持ち合いではありますが、うん、2018年1回下げてのそっから9月からずわーって上げてきてるんですよ、はい、これすなわちですね、なんでこのいろんなドル高、金利上昇、株価上昇っていうものがあったのに上げてきてるかっていうと、うん、まあ、政治不安だと思います。政治不安で株は下がり、政治不安で金は上がってるのではないかと僕は考えてますね、うん、なるほど。あ、もうごったついてますもん今の世界ってそうですね、うん、でこの政治がねごたごたするほど金は底堅く上げていくのではないかというふうに、うん、考えてまして、でそこからですねトレード戦略を練っていったらいいんじゃないかなというふうに思っております。あ、だから金いっぱい買ってるんですね。買ってないです。金だ、買ってないです、そんなことないやろ。金のなんで現物買ってんの。金の椅子に座ってるんじゃない。次です、マウスを金にしたんじゃない。おー、なんで割れた。嘘嘘。金のマウス買ってるみたいです。重いやん。直近はですね、うん、この上昇トレンドラインに触れるかどうかっていうところですね、はい、まあ、例えば
ロングしてったらここら辺取れたかなという感じですね、うん、でここ割れるようならロスカットで、ショートで狙うんだったらここですね、ここから入割れたら入っていく、うんうん、でような感じね、はい、ということで下に上っ離れ期待してたんですけれども僕としては、うん、まあ、下に割れちゃったんで、はい、この後のね動きとしてはあんま考えてなかったなとりあえずここですね、ここで止まってるようには見えるんで、うん、ここの絡みですね見てショート入れれるんやったらショート入れてっても一局面かなと思いますね、はい、一回これが放たれてるんでね、うん、もう一回戻ってくるかどうか、戻ってこないって考えた方がいいんじゃないかなって考えます、はい、はい、次です。15分で終わらすと言ってないやつ、すごい台本作り込んだ全部2分で終わらすつもりやって俺どんな計算やん、もう4年やってんねんから別れだろ通学のお供とかに見ていただければありがたいです通勤とか通学ですね、まあ、2時間足なんですけれども、直近の話だけしますわ。例えばこんな感じ、エリオット、例えばこんな感じという感じで、うん、考えておりますという感じね。で、まあ、これもトレンドライン沿っていってるんで、とりあえず5波は狙っていっていいんじゃないかなと思いますね。ここ抜けたらですね5波確定なんで、5波がどんだけ伸びるか分かんないですけれども、もしかしてねビットコインみたいに3波とほとんど変わらんやんっていうところで ABC に調整につながっていくかもしれないですけれども、うん、まあ、伸びていくっていうような、一応5波は伸びるっていうことですね。そうですね、仮定でですねやっていってもいいんじゃないかなというふうに思っております、はい、ですね、うん、はい、次行こうあれその辺読まないですか、うん、うん、寝て作ってうんうんうん、いやもうめっちゃ読むこといっぱいあるしやめとこうこれは10分では終わらんわ。とりあえずチャート的に見て、うん、僕こんなシナリオやってます、シナリオで考えてますだけで今回はやめていきましょう、はい、うん、今回金ね、金と為替をちょっと陽気めにやったんで、はい、やってもうたんで、次回はね原油のことやってったらいいんじゃないはい、でこれ週足ですけれども、DJI 先生ですね、ダウ、ダウ冷やし、はい、で、17日ぐらいからですね、17日って昨日やん一人ごと言い出したついに本番中に独り言聞いた10日前回10日ですねここからどうなるかなっていう感じだったんですけども、はい、ずんずん上がっていってます、はいはいはい、でこれね一応米中の摩擦、貿易摩擦の緩和に対する期待感っていうふうに言われてますね、うんうん、はい、で今のところ、まあ、DJI 先生の場合はですね50かな、これ50日の移動平均線に頭を抑えられているかなっていう感じです、まあ、どこまで伸びるかは分からないですけれども、うん、そのうち落ちるっていうことを念頭に入れてトレードすべきかなと思ってますね今は、はい、はい、いろいろ書いてるけど、ムニューシン米財務長官がとか関税がとかいろいろ書いてますけれども、うん、ちょっと飛ばそう、大事なとこや、いや無理だよこれこれね、これ一個一個分けてた方がいいね、株 FX 商品一気にうコーナーめっちゃ増やすやんどんどん分けてだって分けんとさ1個10分でかかったんで全然30分超えるやんこんなん、しかもこれサボちゃんじゃがもっと気楽にやるんじゃないの、めっちゃ真面目にやってやりたいねやりたいニュース、その週のニュース、うん、そして株価がどう動いたか、はい、価格はどう動いたか、そしてこれからどう動くと思うのか、うん、っていうところまでやりたかったのです、うん、そしてこういう団地も特許進んでおります、ね、もう30分に入ります、はいはい、SPX でね、はい、同じように動いてますよ、はい、ナスダックもね同じように動いてますよ、で、日経もね言っときましょうね、 Facebook、 Amazonアップルもまあちょびっと戻ってきました、アマゾンなんかもいい感じ、ネットフリックスなんかはねもうほらもう戻っちゃうんじゃない、もう高値、前回高値にも近づいてきましたね、かなりねみんなね同じような波と思いきやですね、はい、かなり違う波の様子を見せてきてますということですね、うん、グーグルもいい感じ、なんかこれからサンソン作りそうな感じやねそんな感じもあるよね、サンソン作って
ったらそこからなんか綺麗に下がっていけるのが、Google なんじゃないかな、もしかしてね。 Google は頑張ってもらうと YouTube なんで。あ、ほんまやな。でも株価は落ちるときはみんなあるし、ね、Google がどうこうっていうよりもね、 Google 儲かってね、この YouTube もっと予算くれれば。そうですね、こうこうこうここら辺で、うん、こうでここ割れていったときにショートだ、うん、いくらショートですか。いや僕 Google にはそんなことしません。確かに Google は買おう。 Google には買うだけです。買うのみです。でですね、はい、まあ日経はですねこういう感じで、うん、前回フィボナッチの安値引いているところの 23.6% のところまでですねビタッと返ってきているという感じですね、はい、こっからはですね米国の株に影響されるでしょうけれども、うん、おそらく今とりあえずは折り返し地点が米国株で来るまではですね、はい、日本株も上昇期待できるかなというふうには思ってますね。そこからここら辺でですねいろんなダウの場合はですね200日の移動平均線ここにおります、うん、でこれ日足です、うんうん、株でいうと日足っていうものなんかちっちゃく見えるよね。ちっちゃく見える。ちっちゃく見える。ちっちゃくというか時間の流れがねちっちゃく見えてる。ビットコインでいう4時間足ぐらいに見える。なんかはあ、なるほどなるほど、うん、えちょっと逆、いや、ま、いやそうですね、そろそろね、うん、まあ、感覚としてはですけれども、はい、一服してもおかしくないかなと思いますね米国株。え、上昇が一服ですか。そうです、うん、はい、上昇が一服してもいいんじゃないかなと思いますね、みんな、うん、他の波のサイズとかから考えても、うん、はい、まあ、これは全然感覚的な話なんで数字で考えてないんで別に二次形態も使ってないんで分かんないですけれども、うん、まあ、そろそろ今後だけね反発してきたんでもう一回上がるにしてもですね折り返ししてもいいかなっていう時期に差し掛かってると思います。それに日経も連れてかれると思いますね今は、うんうんうん、という感じで株のことは見てます。ざっくり、はい、超ざっくりですけれども、うん、はい、駆け足でお送りしてきました七節の節穴コーナーでございますが、今回を、最終回にさせていただきますあれですね、今回は時間管理が節穴やつどうしたらいいかな、10分で終わらせにはどうしたらいいかなってもうちょっとしっかり考えますわ。コーナー分けるしかもうないじゃない。あ、2つぐらいにね、うんうん、もう明らかに商品コーナーが不人気やったらやめるしかないね逆に少ないから人気出るかもしれないですよ。 YouTube であんまり商品やってる人いないでしょ。いや、実際商品やってる人自体が少ない確かに人口が少なかった人口が少ないパイが少なかったな、うん、確かに、うん、でもね、まあまあ見といた方がいいと思うんで株と為替とその他で分けたらいい、うん、株為替その他3つに分けんの10分ずつぐらいの。ああ、なるほどね、打ち合わせやんこれ、サブサブはそんな感じのノリになった。ほんまやほんまや、そういうノリやった、うん、忘れてた、もうダラッとしよう途中は僕もお姉ちゃんも何も突っ込まなくなったね駆け足やからね俺に話しかけるようなオーラが怖かった泣くわ。怖ないよ。怖かった。お前ら絶対嘘そうですね、でも今回の、うん、まあ、上げで日経としてはですねこの青の50です、あ、100や100ぐらいまでは行ってもいいかなと思いますね、はい、ここで一回阻まれると思うんですけれども前回のねこの安値のとこありますし、うんうん、阻まれるかとは思うんですけれども一回まあ調整して下げるかもしれないですけれども 100ぐらいまでは行っていいかもなというふうには考えておりますね、はい、まあ、来週っていうことを考えると100いくぐらいで精一杯じゃないかなと思いますね、上昇しても、うんうん、はい、という感じで今回は終わりたいと思いますはい、でも35分も喋っちゃったというわけで、ね、じゃあ、うん、もうこのね七節さんがちょっと今最終回これを最終回なくて続きみたいという方ぜひボタンを押していただければお願いします。これで本当にまた復活できます、うん、まあちょっと形を変えるかもしれないです。ちょっと30分は皆さんにとっても負担だと思うし、はい、本来ね10分20分でサクッと相場の世界がザザッと見れるっていうね、そうでコーナーだったんです。もともとビットコインで一緒の時さえ15分で終わったのになんか3つ伸びて逆伸びてちょっと一個一個長くできると錯覚しちゃったでもね債券もやりたいし、お金、はい、原油、まあ、そして金の、ね、結果価格に影響を与えるような商品、うん、はい、ね、指数やっていきたいし、もうどんだけ金融商品ってあるの、プラチナ、パラジウム
やってきコーヒーやってきトウモロコシ。お前オタクですよねなんか。怖い怖い。びっくりした。何や。パワハラやパワハラ。ええことですよオタクは。ね、いや褒め言葉で。ほんまですよね。まあね。相場オタクですよ。褒めたの。褒めたのに。かわいそう。というわけでね、はい、次回もね、何かちょっと反省してお送りしたいと思います。よかったらまあいいね押しておいていただければ、はい、お願いいたします。はい、チャンネル登録サブの方もよろしくお願いします。ね、はい、お願いします。でこっちもメールボタンとお願いいたします。はい、じゃあ見ていただいてありがとうございました。ありがとうございました。